今大きな桃がどんぶらこどんぶらこと川を流れてきました。岡山市内を流れる笹ヶ瀬川に現れた大きな桃。昨日岡山市北区尾上で行われたこのイベントは、川周辺のゴミ削減を意識してもらい、町の美化につなげようと地元の町内会が開催したもので、シンボルとして桃太郎伝説に登場する桃が再現されました。竹や新聞紙などでできた高さ幅およそ2メートルの桃は、町内会のメンバーがおよそ8ヶ月かけて制作。地域の人たちの願い事が貼られています。イベントに集まった200人余りが見守る中、いよいよ川へ。川下に向かっておよそ300メートルをゆっくりと流れました。すごかった。桃太郎の桃みたいに流れてた。桃太郎が生まれるかなと思った。3、2、1、キッペー。昔は川上から桃が流れてきたんですけど、昨今は川にゴミが流れてくるということで、そのゴミをみんなで回収したりですね、その周辺をきれいにしていくと、我々の気持ちも小さい子どもたちも伝わったんじゃないかなというように期待しています。桃太郎伝説を通して水辺の環境美化を伝えた今回のイベント。町内では今後も地域の自然環境を守る大切さを子どもたちにも伝え、住民が一体となって清掃活動に取り組みたいとしています。